小さなサロンさんの強みをこううまく活かしながらですね、お客様にこうずっと通っていただくようなサロンにしていくっていうことがやっぱすごく大事だと。で、飲食店を見ていただくとすごく分かりやすいんですけど、必ずこういったことやってます。はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回はお客様を飽きさせないサロン経営についてお伝えしていきたいと思います。このチャンネルではですね、エステ王子のサロン経営ノウハウ、カウンセリング、物販、リピーター作り、集客、それからサロン開業、こういったことについてね、お伝えしております。それからですね、エステ王子の日本一のエステテクニックもご紹介しておりますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。はい、ということで今回はですね、サロン経営という、大きな枠で見たときに何が必要なのかっていうお話をしていきたいと思うんですけど、特にですね、小さなサロンさんとか、個人サロンさんにぜひやっていただきたいっていう取り組みです。ですね、エステサロン経営でやっぱすごく重要なポイントは何かっていうと、生涯顧客を作っていくっていうのがやっぱり一つのテーマなんですね。初めて来たお客様をリピートしていってずっと通い続けていただくという話なんですけど、要はこれがですね、うまく経営がいってないサロンさんっていうのはやっぱ途中でお客様がですね、サロンから離脱していかれるんですね。はい、いろんな理由があると思うんですけれども、その中でも実はですね、こう飽きてしまったっていうお客様って結構多いんですよ。例えば飲食店なんかでも同じメニューばっかりずっとあると、で最初は美味しいからって言って毎週のように行ってたんだけれども、そうすると毎回ですね、同じものばっかりだから、月に1回とかにしようかとか2ヶ月に1遍にしようかみたいなのがだんだんなってくると、でそのうちにですね、そのお店のこと自体も忘れてしまうっていうことがあるんですね。なので飽きさせてはいけないっていうのがサロン経営ですごく大事なポイントになります。特にね、何でも言いますけど、個人サロンさんとか小さなサロンさんは生涯顧客を作ることがやっぱり一つのテーマですからですね。そうすることで実はですね、新規集客にかけるですね、コストっていうのをだいぶ抑えられるわけですよね。新規集客モデルのですね、サロン経営っていうのをやっていってしまうと、やっぱりね、広告宣伝費っていうのはすごくかかってくるわけです。でこの広告宣伝費にですね、頼ったサロン経営をしていくと、やっぱりどうしてもですね、大手には勝てないっていうのがあるんですね。なのでですね、小さなサロンさんの強みをこううまく活かしながらですね、お客様にこうずっと通っていただくようなサロンにしていくっていうことがやっぱすごく大事だと。はい、ということでですね、こうどうやったらですね、お客様がサロンに飽きないのかと。はい、もちろんですね、技術力だとか知識とかですね、会話の楽しさとか、こういったことがあるんですけれども、大事なことは何かと。で、飲食店を見ていただくとすごく分かりやすいんですけど、必ずこういったことやってます。季節限定のメニューとか期間限定商品とか、こういったことをやっぱりやってるんですね。で、意外にこれエステサロンさんやってないことが多いんですよ。例えば春は春のものを販売する、夏は夏のものを販売するみたいな、要は季節に合わせた、例えばこれ化粧品でもサプリメントでもいいんですし、要は技術もですね、春ならではの技術を限定で、販売していったりだとか、その期間だけ技術を行うとかですね、こういったものをやっぱやっていく必要があるということなんですね。でそうするとですね、普段とは違ったメニューが受けられるっていう楽しみがあったりするわけですよ。なので大切なことは、1年間を通じた時にお客様にこういかに飽きさせないかっていうのが一つのポイントなんですね。なのでまずは季節限定、期間限定っていうのを作ったりするわけです。それからですね、大事になってくるのは、例えば、フェイシャルでサロンにご来店されたお客様がいらっしゃったとします。でこの方に一つ飽きさせない一つのポイントは何かっていうと、フェイシャルだけではなくて、ボディの例えば送信のメニューをやってもらったりだとか、リラクゼーションのこうメニューをやっていただくっていうふうにしていくと、いろんなパターンがあるのでサロンに飽きが来なかったりするわけですよ。はい、なのでフェイシャルのお店だからといってフェイシャルのメニューしかないっていうよりは、いやフェイシャルのメニューが強いんだけれども、ね、お客様にはボディも提供するし、ヘッドマッサージだって提供していく、足裏マッサージもやるよと、脱毛だって実はやってるんだっていうような、いろんなメニューがあった方がお客様としてはやっぱ飽きが来ないんですよ。でこれね、ちょくちょくあるんですけど、エステだけじゃなくて実はネイルまでできますよとか、こういうサロンもありますよね。そうするとですね、例えばエステサロンに通っているお客様の中でも、
ネイルサロンに通っている方もいらっしゃるんですよ。でそれが例えば同じサロンでフェイシャルも、ね、ボディもそれからネイルも技術がこう受けられたらですね、まあ、そこでいいやというふうになるわけですよね。なのでいろんなメニューをやっぱり準備しておくっていうのが、ね、飽きさせない一つのメニューだと、でそんな中でさらにプラスアルファしていくとですね、やはりですね毎回ですねサロンに行った時にエステの技術をただ受けてただ帰るっていうんではなくて、定期的にですねキャンペーンだとかイベントっていうのをやっぱやっていかないといけないという話なんですね。要は例えばお客様がご来店された時に、今日はねくじ引きをやってますとか、ダーツをやってますとかですね、それからスゴロクやってるんですよとかっていう、まあ、イベントをやると。でその例えばダーツをやって何点以上取ったら割引券がもらえると、はい、クーポン券がもらえるとかポイントが倍になるとか、こういったことをやっておくとサロンに来る楽しみっていうのもあるわけですよね、まあ、中にはですね、例えば、まあ、エステサロンとは例えば関係ないようなものですね、まあ、例えばですね、まあ、エステサロンのメニューだけじゃなくてですね、中にはですねこう宝石を販売したりだとか洋服を販売したりだとか、こういうところもあるわけですよね。でそうすると売り上げもですね、そのエステ以外の売り上げがこう立てやすかったりするわけですよ。で、まあ、そういった、まあ、いろんなことをですねサロンの中で、まあ、企画をしてやっていくことによって飽きないということなんですね、来月は何のイベントがあるんだろうとか、今度夏はどんなイベントがあるんだろうとか、冬は何をするのかなみたいな、ちょっと楽しみが増えるわけですよ、なのでこういったお客様にですねちょっとした楽しみを常にこう提供していけるような企画をしっかりと作っていくっていうことが、実はですねこの小さなサロンさんとか個人サロンさんにはすごく重要なポイントなんですね。なので常にね毎回同じようなことばっかりやってるんではなくて、来年はねどんな企画をしようかとか、まあ、どんなメニューを導入しようかとか、ね、どんな商品をご案内していこうかみたいなところをですね常にこうね先々を考えながらですね経営っていうのをやっていくと、お客様には飽きが来ないということなんですね。そうするとですね、まあ、新規集客に頼るような、まあ、サロン経営ではなくて、まあ、リピーターですね、いいお客様にずっとこうリピートしていただくようなサロン経営ができていきますですね。やっぱり一回ねサロンを離れてしまったお客様をまた呼び戻すっていうのも結構大変なことですから、やっぱりずっとねサロンには飽きが来ないで通って続けてもらうような取り組みっていうのをサロンの中でぜひですねやっていただきたいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか、ね、お客様を飽きさせないためのサロン経営、少しですね参考になったら嬉しいなと思っております。まあ今日からね明日からいろいろこう使えるようなネタもあったと思います。これから先どういうふうにね運営していこうかな、どんなことをやっていこうかなっていう、まあ、考えるきっかけにもなったと思いますので、ぜひですねご自身のですねサロン経営に役立てていただきたいなというふうに思っております。はい、ということでですね今回の動画ね少しね役に立ったなというふうに思われましたら、ぜひね高評価お願いいたします。それからですねまだチャンネル登録をしてないという方がいらっしゃれば、ぜひねチャンネル登録をお願いいたします。ということでまた次回お会いいたしましょう。